はい、やっていきましょう。ボンドです。ボンドのコーナーがやってきました。パート4とは言わないんだ。ミッション04やっていきます。イージーだったらね、だんだんやっていかないと。詳しい解説はノーマルまたはハードでやっていきます。とりあえずイージーはこんなステージなんだっていう感じを知っていただければいいですよね。もうノーマルからは本当慎重にミッションをねやっていきたいと思いますよ。ちょろいね。ちょろいね言うてもイージーなんですけどね。こうやってですね、 PPM7 のいいところは自動標準がついてるんですよ。標準を合わせなくても銃口が勝手に反応してくれる。大体の銃にはついているんですけど、こういうハンドガン系はすごい、つきやす、こうやってすぐ反応してくれます。だから、いくら強い銃があったとしても、これを愛用するっていう理由がわかりますね。ということで、ちなみにこれを壊すとミッション失敗になります。くれぐれも壊さないように。では、皆さんお待たせしました。こいつの出番ですよ。グレネードランチャー。一言で言えば手榴弾を発射する銃ですね。実はここが脱出路になってるんですけど。本当ならですね、ここに鍵があって、こうやって壊すんですけど、もうすでに壊してあります。こんなことするのはやめましょう。本当に死にますんで。今、イージーだったんで、体力が大丈夫だっただけです。では、ご視聴ありがとうございました。